アシュラフ・バルスバーイは、エジプトを支配した、ブルジー・マムルーク朝の、第9代スルタン。ブルジー・マムルーク朝の初代スルタンであったザアヒル、バルクークに仕えたマムルークである。ブルジー・マムルーク朝では、バルクークの死後、洋弱のスルタンが、相次いで内紛が頻発し、スルタンの範位と暗殺が、相次いでいた。1421年には、ザアヒル・タタールが暗殺されてその息子で11歳の、 サワリフムハンマドが即位したが、やはりこのスルタンも、権力の弱い弱小スルタンであった。このため、マムルークやアミールらの間では、優れた人物が、スルタンになるべきだという考えが広まり、1422年までに、マムルークの間でも最古三角にあったバルスバーイが、支持を集めて、ムハンマドを廃し、さらに摂政だったジャーニーベイも遊兵して、自らスルタンに即位した。 この頃のマムルク朝では内紛が頻発したためティムール朝やキプロス王国など周辺諸国からたびたび侵入を受けていた。バルスバーイは王朝の誠意を回復するために積極的な対外進出を行う。1425年には当時イエメンを支配していたラスール朝を攻撃しヒジャーツ地方を奪取した。キプロス王国では この頃に内紛が起こって衰退の兆しがあったため、1426年にバルスバーイは逆にキプロスに侵攻して王国を屈服させ、続国とした。ティムール朝に対しても、功能の拒否や死者の追い返しなど強気の姿勢で臨み、ティムール朝やその友好国である白洋朝、さらにはその支援を受けて復権を目指すジャーニーベイラと対立した。 一方で内政では、西欧諸国と、盛んに友好を求め、当時西欧で、重視されていた砂糖や、香辛料、絹織物などを栓売して、財政の再建を試み、一時的とはいえこの政策も、成功した。1437年には、ティムール朝の支援を受けた、白洋朝とジャーニーベイの連合軍と戦い、これに対象した。ティムール朝の君主、シャールフは支援していた。 白陽町などが大敗したのを見て、自らの遠征を決意。バルスバーイもティムール町との直接対決の準備を進めていたが、決戦直前の1438年に休止した。バルスバーイは、遺言で、後継者には息子のユースフを望んでいたが、敗下のザーヒルジャクマクがユースフを敗して即位し、接週はならなかった。また、 バルスバーイという中高の英主を失った、マムルーク朝では再び継承争いが頻発して、王朝は急速に衰退し、バルスバーイの死から約80年後の1517年にオスマン朝のセリム一世にマムルーク朝は滅ぼされた。バルスバーイは衰退していたマムルーク朝を中高した英主であった。軍事的には周辺諸国と争って大半に勝利し、領土を拡大した。 この領土拡大には単なる国威回復だけではなく、貿易拠点を得るためにも行われており、政治家としても優れたスルタンであった。ただしあくまでバルスバーイの死後のことであるが、専売性と貿易に対する関税を厳しく、制限したため、貿易商人が帰って他国に流れる一員をなし、これがそのまま、エジプト経済の没落をなすことになったのは皮肉だった。また、 バルスバーイの築き上げた国威も勢力も、時代のザーヒル弱膜による失勢で大半が台無しになった。ありがとうございます。